こんにちは、日誠商品企画担当者です。本日は日誠公式キャラクターの白田さんのお顔を借りています。本日はマディアというインナーブランドから40代50代の方へおすすめのブラジャーをご紹介したいと思います。マディアは45歳からの加齢による体型と体調の変化に寄り添い、楽で綺麗を目指して開発したインナーシリーズです。 インナーストレスから解放感をお届けします。さあ、マディアの素肌が喜ぶインナーを体験してみませんか ?40 代、50代になると様々なインナーのお悩みが出てきますよね。肩紐が痛いとか、ワイヤーが痛い、締め付けが辛い、また肌も敏感になってきて嫌に感じたりした経験はないでしょうかそれらを解決したブラジャーがマディアにあります。 本日ご紹介のおすすめのブラジャーは、吸い付くようにフィットする伸びやかストレッチブラジャーです。まず手に取って体感していただけるのはこの生地の柔らかさです。きつい生地での締め付け感は辛いですよね。柔らかくよく伸びる生地で長時間着用も辛くなりにくいんです。肩紐の食い込み気になりますよね。 肩紐は太く作ってあり、本体と同じ柔らかい生地でくるんでいるので優しく、肩に食い込みにくいです。また肌側は肝素材になっています。カップは柔らかくなじむストレッチ性のあるウレタン素材を使用しています。フィットしやすく、しっかり覆ってくれるので安心です。またよく聞くお悩みですが、ワイヤーのあたり皆様気になりませんか この吸い付くようにフィットするブラジャーでは、ワイヤーは外付けという手法を使用しています。通常、内側にワイヤーが縫われているのですが、こちらのブラジャーは外側に縫われているので、ワイヤーのあたりを感じにくいのです。ウレタンのカップの柔らかさと、アンダーの土台の部分もクッション性があるので、フラットでワイヤーを感じにくいんです。 ワイヤーが入っているのかと私も思うくらいワイヤーを感じにくい作りになっています。あと、肌が敏感でタグのチクチクが気になったりしませんか吸い付くようにフィットするブラジャーでは品質表示のタグがなく生地に印字されているので嫌なチクチクがないんです。できるだけフラットに作られている方がいいですよね。バッグの上辺はゴムがなく楽な着心地です。 縫い目も肌に当たらない仕様になっています。楽だけどシルエットはすっきり綺麗がいいですよね。脇高設計で気になるハミ肉もカバーしてすっきり見せてくれます。マディアでは機能がたくさんありますが、やっぱりおしゃれでいたいので生地もさりげなく光沢感があるものを使用したり、 ゴールドのプレートやストラップ缶を使用して上品に作っています。温泉などにいた時に自分の着けている下着って気になると思うんです。さりげなくオシャレというのを大切にしています。40代、50代の方におすすめのこちらのブラジャーで、ブラジャーが辛いものではないと思ってもらいたいです。マディアでは40代、50代の女性の方々と定期的に座談会を行い、声を伺いながら商品を開発しています。 お悩み解決の機能が詰まった快適なブラジャーをお試しいただきたいです。とにかく無理せずに着られるブラジャーをお勧めします。マディアでは今回ご紹介のブラジャーの他にも、後ろに手を回すのが辛くなってきた女性のためのフロントホックブラジャーだったり、楽なノンワイヤーのブラジャーなども取り扱っています。バストの小さな女性に向けたブラジャーもあります。 本日ご紹介のブラジャー、そしてその他のマディアのブラジャーについてのリンクは概要欄に貼っていますので、ぜひご覧いただきたいです。本日はご清聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。